師匠の深津守。4。師匠こんにちは。こんにちは。ちは今日はリールに関する質問が来ております。うん,うん、この質問者の方はライトゲームをされる方で、まあ、アジメバル、カサゴライトゲーム全般でなんとインクスの b テスラを買ってくださったそうで。ではい、それに合わせるリールについて悩んでおりますと。 うん、最近はとても軽い軽量なリールが発売されていますがやはり軽さは感度というだけあって軽量リールというのはすごいメリットが多いのでしょうかでこの方はずっと今までお気に入りの少し重めのリールを使ってきたので、うん、ちょっとその軽量リールをあまり使ったことがないのでそのあたりのメリットあるいはデメリットがあったら教えてくださいという質問です。うーん まあ道具であるリール、重い方がいいか、軽い方がいいのか、うん、そのメリットとデメリットと、まあ、使い分けというか考え方が知りたいんだろうね。そうですね。うん。これね、あのー、特に釣りの世界ではね、非常にあのー、なんだろうな、ハンデしたような間違った概念、けがね一人歩きしがちなんだよね。うんうんうん。 特にライトゲームの世界では、あの、軽さはとにかく正義だみたいな感覚があるよね。そうですね。本当にそうなのかって、真剣だって考える人は少ないよね。<laughs> うん、うん。えっ、ー、とね、僕が一番最初に作ったアジングロッドは、ブリデン時代の68ストレンジという、はい、そうです。で さあ、68ストレンジでアジングしに行くときに、どのリールつけていこうか。当時僕もいろいろ考えました。うんうん。20年前ね。うん。で、軽いリールをつけていくときと、重たいリールをつけていくときと両方あったんですうん。これ何かというと、釣り方の問題なんだよね。うん。投げて、ティップを下げて、こう、 やっって釣ったうがいいような場所もあるのロケ、うん、でもアディングの多くは投げて着手させたら上げて構えてないこう。うんうんうんそうですね。メバルをプラグで釣る時はこんなことする人いないよね。うんうん、投げてこうやってるよね。そうですね、うん。その時にリールの重さ軽さってある程度決定されるんだよ。うん、うん 上げて使うのに、リール重い方が感度取りやすいか、軽い方が感度取りやすいかってっら、重い方が取りやすいか。うん、要するにリアヘビーにするわけなるほど、うん。で、リールでそんなことしなくてもめちゃくちゃケーが重たい竿ってあるのよ。うんうん、これは作り手さんがどういう釣りをするかで、そもそもリールがつく場所を1点ぐらいでこうやって持った時にもう、ティップが下がる竿と、 チップが上が上るると両方あるのねねそうです、ね、フロントヘビーリアヘビーっつって、うんうん、それはどんな釣り方をするかという目的に合わせてそういう竿のバランスにしてるわけさ、うんうん、じゃあ我々アングらいはどう考えるかっつったらライトゲームの世界で考えるときにあし行くところはもうあっことあっこと2箇所ぐらい回ってアジ釣ったろうかでどっちもこうやって釣るよねと思ったときにはタックル全体のバランスは 全くの水平かリ,リアヘビーが正解ですよ。うん、なんで疲れないから。うん。前が重たい、ずっと重たいと疲れるでしょ。前が重たい差を無理やりこうずっと立てっぱなしで使うと疲れるよね。うん。でも、バスでいうと、例えばクランキングであるとかスピナーベイトを使うときは差を下げっぱなしなんだよね。うんうんうん。うん。このときにはフロントヘビーの差をのが楽なんだよね。うんうん、確かに。うん。そしたら その時は軽いリールが結構いい,い,いよね。うん。差を下げて、軽いリールでスーッと巻いて、魚をポッと加えた瞬間に、重たいリールより軽いリールの方が、魚が加えた反動が、このか構えだと出やすいんだよね。うん,う,んうん。ところがね、立てて釣るときは、これね、使い比べたらはっきりわかるよ。立てて使うときは、 リアヘビーのバランスにしておいた方が、繊細な切符にちょっとした変化かかった時に、ものすごくわかる。うん。だから全部が軽ければいいかったら、全くそんなことは言えない。そうですね。あと困ったことに、好みがある。<laughs> 確かに、それもありますよね。好みのが大きいんじゃないかな、今の時代ね。なんか自分の構え方の癖とかもあるあ<ー>。そうね。 そうそう。なんか僕はまた話戻るんだけど、68ストレンジの時に、重たいリールつけていく時があるよって言った時にね、ちょうどイワさんにね、めちゃくちゃ重たいスピニングリールがあったのよ。えっとね、えっとね、ブラディアだった。お<ー>ブラディア。ちょっと黒っぽいね、スピニングリールで、えっ、ー、と、イグジストの倍ぐらいのウエイトがあったん、ね、で確か。<ー> <laughs> ストレンジにブラディアつけると、 ほっといても、サブサキ上がるのよ、こう。うん。で、あの、ものすごいバイトの出にくいポイントに行くときに持って行ってたねそれを。うん。で、それはね、あのー、40センチから50センチの味がいるポイントで、うん,うん。で、ボトムから5センチ、10センチぐらいしか浮かせられないのよ、リグを。うん。で、ほんと神妙にこう、立ててこう、操作して、ほんのわずかな、こんな、 こんな感じだとバンかけないと、あの、かからない、すごく不思議なポイントで、うん、もうそこでしか経験、僕もですらしたことないぐらいの微妙なポイントで、そこにはね、ブラディアつけていってた。おー、なるほど。だから、軽い方がいいとはかけない、ね。あと、もっと分かりやすいところで言うと,でん、えー、と、電動ドリル、電動ハンマーってのがあるよね。はいはいはいど。電動ドリルでもいいや。これを、 マキタっていうね、有名なメーカーだけど、日本ではね。はい、マキタ重たいんだよ。うん、で、当時なんだけど、もう何十年も前当時なんだけど、ドイツ製のヒルティっていうのが流行ったの、はい。ヒルティめっちゃ軽いのよ。はい、マキタと比べると本当に半分以下なの、重さが。うん、で、すんげえすんげえってみんな使うんだけど、いつもすんげえのかと、軽い方が。うん、で 天井に、アンカーボルトを立てるために天井にこう、穴を開けるとき、ドリルで。はい。マキタの重たいのとヒルティの軽いやつじゃ、絶対ヒルティがいいよね。うん。軽いのこうやってゴーッ。ところが、床に揉み込むとか、床に穴を開けるときに、重たいマキタと軽いヒルティのどっちが有利かって話よ。うん、なるほど。 体重かけて、グッとさえて、コココココとか、ウィーンって穴開けるときに、絶対的に重たい方が有利だよね。<ー>簡単に言えば、このごくごく当たり前の物理を、釣り、釣りをリールにどうやって持ち込むかって話なんだよ。うん、そこには好き嫌いじゃないんだよね。もう、圧倒的な現実があるわけよ。下に向いて押さえ込むときには、重たい道具の方が圧倒的に有利だよと。 うん、上,と上に穴開ける時は絶対的に軽い方が有利だよ。うん、もう人によって変わるよって話じゃないこれは。だから原理原則と自分の好みをどうやってうまく整合性つけていくのか自分が納得いくようにするのかということだよね、うん。それとあの特にアジングの世界でよく言いがちなんだけどささ本に理由つけてこうやって。 矢印にしてさ、どの位置にあるからが、からこの竿はいい竿だって言ってる人がいるよね、時々。思わず吹き出そうになっちゃうねごめんね。<laughs> あの視点が3センチ前だからダメな竿 ?3 センチ後ろだから優秀な竿本当 <laughs> 教えて。いや、まあそんなことはないですよね。使い方によりますしね。 でしょでも、だから、間違った、間違ったというより、その一方的な考え方が一人歩きしやすい業界であるし、なおかつ、えー、ライトゲーム、なおかつ、アジングの世界って、あのー、ちょっと極端な方向に行きがちな種目でもあるので、うん、そこはね、あのー、どっちが正解とかいうことじゃないのね。うん でも、どっちかが全然ダメだっていう言い方だけはね、やめてほしいのよ。うん、<laughs> 使い方やフィールドでそこは、さっきのこれとこれみたいにね、あること変わる世界なので、もっと柔軟に、頭も心も柔軟にして、うんあのー、原理原則の物理と、自分の体、自分の癖、フィールドの癖で、どうするのが一番ベストかな、 っていう方向に行くんであればいいんだけど、あの風潮には流されないように気をつけてほしいなってつくづく思うの。なぜそんなことを言うかって言ったら、先ほどの質問者さんの質問内容をこう耳で聞いてた感じではあの、軽い方が正義だって周りが言ってるから、それに引っ張られてる気がしたのよ、実は。急遽どうも、もう一回。 <laughs> 文章見て僕そんんな気がしたんだけどなまああとずっとあのお気に入りのリールがおも一般的には重めだったそうなので <laughs> それをたん例えば仲間内でとか知ってる人に、うん、そんな重たいリールダメよ今時とかって言われてるような気がするんだよまあでも龍野選手あれですよやっぱ最近ライトゲームのリールがいろいろ出ると軽い軽い軽いってこうすごいねプロモーションが されるるのでやっっぱ気にになっちゃいいますよね売方も悪い本当にだからまあ軽ければ軽い方がいいよっていう種目いやバランスもあるよそれは間違いなく。うん、両方あるよって僕は言いたいのね例えばリールで軽いのがいいのか重たいのがいいかっていうことであれば例えばシマノさんの軽かったのコンクエストなんかどうするんだったんですか <laughs> ね。ねプラスチック女子ボディのロープロフィールのバイグラムテイスト下手すると。 そうで,すね、でも、カルカッタ・コンクエストのファンはものすごくたくさんいるじゃない、うん、多くの人がすげえすげえ言ってるじゃない、うん、だから何を求めるのかだよね、自分が。そうですね。うん、でも、ーケスラーで言うと、多分あの一般的な超軽量リールだけじゃなくて、<laughs> まあやや重めと言われるリールでも合う気がしますよね、全然。そこ,こも返事するの忘れてたね。うん、じゃあ、それを最後にしましょう。 あのビーテスラというサオはねああの、アジングロッドでもじゃないからね。まあ、そうですね。一番ベースで言うと、うん、メバルをプラッキングで吊る際に一番焦点を絞ったと言った方がいいかな。そうですね。うん、だから別に、1グラムのジグヘッドで、ジグタンでアジングしてもものすごく面白いいいサオなんだけどね。うん、主目的としてはメバル吊る際とか、えー、まあ、小型プラグで、 魚を釣るときにバッチリの竿だよっていう考え方なの。うん、うん。あの、よく、この竿はこのリールで合わせて作ってますっていう言い方するケースがあるよね、メーカーさんも。ああ、そうですね、はい。うん、何グラムいいかのとかね。うん。のリールに合わせてバランス取ってる竿ですよっていうのを売り物にするメーカーさんもいます。うん。これ間違いなくある。いいとこ悪いいとかの世界じゃないので。うん。 うん、確かにそこを見けてバランスンてるわけだからそう書いてそうやって売ればそこが欲しい人は買うでしょう、うんただ、B テスラよのような竿はそこを意識してないんだよね。だから、いろんなリールでテストしてる。んですよ軽いリールも、重いリールも。例えばね、B テスラだと3000番ぐらいまで使ってテストしてるからね。おおなるほど。 1000、うん、番つけたり、2000番つけたり、2500つけたり、3000つけたりして、うんうん、で、重さよりもスプール系でやるとか、うん、バランスでガイド位置とか決まってくるじゃない、ね、はい。チョークガイドが。だから、まあ、あのー、2000番、2500番が一番、まあ、使いやすいよねっていう、その、バッドガイドまでの距離であるとか、うん で考えてうんうんだから気にしないで自分が好きなリールつけてもらえばいいんじゃないかなと僕思うけどねそうですねなんでプラグ使うんでやっぱ巻き心地がいい方がいいかなとか何かね他の要素もあると思うんであときっとあれですよね最近の本当に軽いリールってびっくりするぐらい軽いじゃないですか <laughs> あのねだからもしお友達とかまあもし可能なら 許してくれるとかったらお店さんとかでね、B テスラ持って合わせて見るのが多分一番外れないかなって感じです、ね、そうね。竿自体はそんなに重くないからね。うん。リースが重たいからね。竿ってね、B テスラちょっと僕あんまり重さ気にしないもんなんで、はっきり覚えてないけど、キュービー B テスラって何グラムだ ?B <laughs> テスラ120とかですかね。 120あるそんなにあるすいません、そんな全然ないです。89g です。そうだろう <laughs>、うん。だからそんなにめちゃくちゃ重たいわけじゃないです。ライトゲームロッドとしては普通の重さ。う,ね、うん。うん、うん。それに今時の一番極系、なんか竿自体は、あれね、あのお、今回ほら発売したティラドール。はいはいはい。ティラドール竿何グラム ヒラードールは220とかだった気がします。そう、2 3 0いだよ。3 0いですよね。230g だよ。すっげえ重たいよね。うん。ところがも、持ってもらうと、パッと持ってもらって、何グラムぐらいだと思ってたらみんな140、50って言うんだよ。うん。確かに。だって、持ってって言ったら、この10フィートの竿の真ん中の5フィートのとこ持つ人誰もいないよね。うん。竿持ってって言ったらグリップ持つじゃん。そうですね。 ですげえフロントヘビーの 240g だったらうう重たーっとなるよね。うん、でも、リアにバランサー入れて、かなりバランシングをこうちょっと後ろへ持ってきたような 240g は、持ったときに140、十グラ g しか感じないのよ、人間って。かんって言うよね、大体。<laughs> そうですね。っていうのう道路持ってもらうと。うん、あ錯覚だからね。 竿が軽いわけじゃなくて、バランスが軽いのはだけあしたいね。うん、うんうん、だってお尻だけちょこっと持ってやら、なんだか重たいよね、ここ。うんうんうん、そうですね。うん、もうすげえ答えるもん、もここ、でもここ持ってたら、こんな押したくらいじゃ何にも答えないもん。うん、うん、だからバランスってそういうもんなんだから、うんで。で、B テスラなんていう竿は特にそういうタイプだから、ほとんど、あのね、リール選ばないタイプの竿でもある。うん ただし軽いリールをつけてこうセッティングして持った時に自分がそれが心地いいと思えばそのリールセットしてもいいんじゃないですか。うん、でこの、そのセットで使っていけば分かるよ。自分の好みがどうなのか自然に分かってくるんですよ。重たい方に戻ったりもするから。だんだんね、使い分けになっていったりとかいろいろありますよね。うん、うん ただ、その一般的な風潮としてね、特にライトゲームの世界で、えー、近年ありがちなのは、この竿には、この竿を作るときは何グラムの、えー、リード合わせてるんですかってそれしかダメって思い込む人が多いってことよ。そこだけが嫌なの、僕は。 結果的にその方がどっち方向進もうが、そんなもの個人の勝手だから、お好きにしてって、自分、魚釣りは自分のためにするもんだって、人のためにするわけじゃないから、うん、自分が楽しくて心地よければ、それが正義なのよ。そうですね、だから僕はそこを強要する気は全然ないけども、このサゴはこれでしかないとだめよっていう言い方だけはしてほしくないなと、うん、もっと懐広いし、幅広いよと。 と特に僕が作る竿は、そういう傾向の竿多いから、そこだけでちょっと認識持ってもらったら、あとは何をしていただこうが、ええー、いいんじゃないかなと思います。そうですね。あの、はい、B テスラ楽しい竿なので、ぜひ、あの、いいリールが見つかることを願います。ね。<laughs> 好みのもの早く見つけてね。はい。はい。じゃあ皆さん、あの、今日の 動画役に立ったよとか面白かったよという方いましたらぜひグッドボタンとあとまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いしますあと質問も常に募集してますので何かありましたらぜひコメント欄までお寄せいただけるとありがたいですじゃあリオン市長今週もありがとうございましたはいありがとうございましたじゃあまたね